はい、こんにちは、神岡慎吾です。いつもありがとうございます。というところで、にゃんにゃんのね、2月の2日というところを迎えているんですけれども、いかがお過ごしでしょうかと。松下村塾というところなんですけど、なんか2月になってまたね、新たなこう動きというか、いろいろ意識が切り替わったんじゃないかなと、そこら辺についてちょっと軽くね、お伝えしてみたいなと思ってます。はい、でまず意識できるところで言ったら、結構週刊文春だとか新潮だとかっていうところで、もう慎重にね、本当はね、記事にしなければいけないところが全く慎重じゃないというところね、ところで、まあサッカーのね、ところでどうのこうのだとか、あとその前はね、ダウンタウンの松本さんのことだとか、結構要は世論っていうところの動きっていうことで、これっていうのをもうちょっと広い意味で言ったら意識、僕らがどんな意識を持って、いろんな物事にこう取り組んでいくというか、意識を向けているのかって話になるわけですけれども、結構、今年に関して言ったら、まあ結構正月から地震があったりだとかで、2日からあの飛行機の接触事故だとか、まあそれからもう本当に1月あっという間にいろんなことがあって2月に入りましたよね。ということは、辰年、龍の年、龍つまり動きの年というところで、風の時代というところもそうなんですけれども、どん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 こうね、いろいろ、まあ、意識も、同じようにこう変わっていくわけですけれども、じゃあ今どんな風になってきているのかっていうことを考えてみるときに、実は一つ大きな、僕自身が気づいたことがあって、それは日本人特有の祈りっていうところにあるんですよ。でもちろん、海外にも祈りっていうものはあるんだけれども、日本とちょっとどういうところが違うのかなっていうのがあるかっていうことを簡単にね言うと、あの詳しくだとか具体的なところではなくて、あくまでニュアンスとして、受け取っていただきたいんですけど、海外だとかに行くと、例えばキリスト教だとか、イエス様だとか、あと God bless you なんていうか、Thanks God とかっていう、そういうあの言葉の使い方でいう、そういう意味での God っていう、それに対してっていうものを、まあ信仰心だとかそういうこと、まあだからあくまで本当抽象的で、僕は個人的にこういうことを感じているんだっていうところね、適当に聞いてもらえればいいっていう話なんだけど、で、日本にはあの八百万の神だとか、例えば百姓っていう言葉があるけど、お米を作る人が百姓なのだけではなくて、お米を作ることができればというか、お米を作ることによって100個のことができるようになる。要するに知見が広まる。自分ができることが広がる。つまりは、人の役に立つこと。100個ぐらい。昔はだから、100って言ったらものすごく、今もそうですけど、できることが広いという意味での100っていうのがあったんじゃないかなと思うんだけど。だからまあ、祈りっていうものが、その八百万の神もそうだし、例えば神社仏閣に、毎年、正月になるだけではないですよね。日本人って言ったらパワースポットだとかスピリチュアルとか大好きなっていうところもあるし、なんか自分の、家のところにある氏神様の、ご挨拶だとかっていうのももう結構当たり前になってきているから、じゃあそこで何を僕たちはやってるのかって言ったら、やっぱり祈るっていうことじゃないですか。まあもう昨今言われている通り、神社仏閣に行って、お願いを、言いに行く場所ではなくて、感謝を伝えに行く場所だと。で、感謝を伝えながら、じゃあ一体僕たちは何をやってきているのかなっていうと、結局はその祈るというところで、これが結局のところは意識の集合体っていうところ、集合意識だとかっていう心理学的なところもあるけど、結局のところはもうこれ、ね、ぶっちゃけたことを言ってしまうと、神って一体何だって言った時に、何かしらこう自分が思い描くものが、個人的に思い描くものが神様だとか神という存在なのではなくて、我々生きている、これは人間だけでもないよね、他の動物だとかもいろいろなね、生態系の中でもいろんな、生きているものっていうのが植物だとか、まあ、石だとか鉱物も、
はい、好物だとか、ものも含めて何かしら、守られているものっていうものも存在だし、サムシングエルスだとか、まあ、いろんな表現、ハイヤーセルフだとかも、近いものだとは思うんだけど、その厳密な意味っていうことを今言ってるわけではなくて、大体こういうことよねっていうその思いについて話をさせていただいてるんですけど、意識のその集合体っていうものが結局その神っていうものに、なっていくっていうことをね、どっかで聞いたことが、あるのではないでしょうかって話なんですよ。うん、で、思えばよ、それってどういうことなのかって言ったら、先ほど言った習慣文春だ、習慣新潮だとかっていう話もそうで、一つの、記事を、今雑誌で取り上げられると、YouTube だとか SNS で、拡散されて、で、それを見たり聞いたりした人が、っていうふうに思う時代じゃないですか。で、一昔前は、その YouTube でいろいろその一つの記事に対して思うことっていうのが結構なんていうの、多角的にこういろんな、方面から俯瞰した視点も含めて、まあ、もちろん一本的な視点もあるかもしれないけど、かなり個人的にこう自分で語る場合、ある種のバイアスがかかったり、ある種の方向性だけで語るっていうのはすごい自分にとってリスクがあるわけですよね。例えばテレビに出ている人たちっていうのはそれができるわけですよ。なぜならばギャラをもらってしまっているっていうことと、あとまあスポンサーの意向だとかその局の意向っていうものがあるから、それに対して自分なりの表現で何か語ってくださいっていうことがあるのかもしれないし、ないのかもしれないし、まあそれはわからないかもしれないけど、とにかくテレビっていうメディアに出ている人たちが自分の本音を全て話しているとは限りませんよねっていう表現だと、すごくですよねっていうところでわかると思うんですよ。で、その意識の集合体っていうことで言えば、よりこうフランクというかナチュラルな自分の感性で話してる人っていうのは、僕は YouTube って結構多いんじゃないかなとは思ったりもするんですよね。もちろん YouTube だけではないですよ。 YouTube でこうバンされたりこういられなくなった人が、例えば、ニコ動の方に逃げたり、あるいは Twitter の、長めの動画で逃げたりだとかっていうこともあるから、一人に YouTube だけっていう話をしているわけでもないんですよ。つまりは、自分の本音としてこんなことを思っているんだ、本音としてこんなこと、こういうことがありますよねっていうことを、いわゆる何ていうのかな、自分の一つの考察として、結構客観的にな、意見も意見だとかこうだろうなっていう予測も含めて語れる人とそうじゃない人がいて、そしてそういうことも踏まえながら僕らはそういう情報も得ながら、で、その一人一人がそこで考えることっていうのが、結局のところはその集合的な意識っていうか、一つの、固まった意識の、総合体みたいなものになっていくわけじゃないですか。で、その時にもう2024年気をつけなければいけないものっていうのが、一つのどっちだあっちだとかっていうのに振り切るっていうことではなくて、まあこういうこともあればああいうこともあるよねっていう、その中庸というかバランスを、取った自分の、感性っていうことを、磨いていくっていうか、そういう中立なところに、自分が入れるようにしておく必要があって、出ないとって話なんですよ。出ないと、例えば事件や何かしらのね、結構大きなニュースがあった時に、世論だとか何かしらこうだよねって言ったら、そっち側の方に引っ張られて、あ、そうかもしれないなと思って、で、片やまた違うのが出てきた時にこうかもしれないなって、こうやって揺れ動く、コロ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 変わるのがもちろん心っていうその感情面ではあるんだけれども、2024年本当に気をつけなければいけないものっていうのは、そういうものに、こうなんていうのかな、その、一時情報というか、そのニュース、特にニュースですよ。っていうものを、僕らが目にしたときに、これ本当にやべえなと思ったものに対しては、ちゃんと距離を置くっていうこと。それが本当に大切だと思うので、それをちょっとね、力説ってわけじゃないけど、ちょっと今後起こることで僕が今イメージしていることで、ちょっとお話。
はい、で気をつけなければいけないことっていうのが、それは動画だからなんですよ。動画ということはどういうことかっていうことをね、よくよく考えてみてもらいたいんだけど、リアルなその時に何があったのかっていうことを、その生々しく僕たちは目で見ちゃうわけですよね。例えばどっかで聞いたことがあるかもしれないけど、アメリカの映画館とかでは、州によっては、結構その残虐な、シーンだとか暴力的なシーンっていうものはカットして、そういうものはあの見せないようにして、上映しますっていうところがあったとしたら、例えばターミネーターだとかああいう映画であると、そういう暴力的なシーンを全部、なしにして、一つの映画にしようとすると、上映時間というのも分かんないけど、とにかくほとんどのものがもう使えないわけですよ。だから最初バイクでブーンとかやってるシーンから、でこうね、こういうバトルの部分というか全部なくなって、最後ブーンって帰っていくっていうところで終わるっていうね、ことにもなりかねないわけでっていうことがあって、で、話を元に戻るけど、例えばだけど、高いところからね、ジャンプして、ダイブトゥーブルー、ラルクアンシエルの曲ですよ。ダイブトゥーブルーしようとしている、それが生中継で、今まで言ったらテレビの、カメラでそういうものが、仮に撮られたとしても、それは報道規制というところで止められたかもしれないけど、ちょっと僕がね、こんな話をするときに、新宿の、南口のルミネのあたりかなんかかな、なんかね、こう、橋の上かなんかに、こうなんかね、やばいのが、そのまんま貼り付けられる。だっけな、ちょっと細かいのは僕もね、だからよく見ようとしなかったから覚えてないっていうのがあるんだけど、ちょっとね、あの残酷というか、まあそういうものをちょっとね、あったわけですよ。で、それと同じような感じで、もうね、スマホ1個で、動画が撮れちゃう時代だから、何かしら、例えばだけど目の前で本気でぶん殴られてる人がいて、例えばそれが男性と男性だったら、まあ喧嘩だなと思うかもしれないけど、これが男性が思いっきり女性を、思いっきりグーで殴っているシーンが仮にあったとして、でそこで鼻血ブーになっていたっていうものを、毎回見せられるっていうか、まあ一回でも見せられたとしたら、それはかなりショックになるだと思うんですよ。でそれと同じような感じで、でもちょっと前もあったか、中学生の2人組が、屋上からダイブトゥーブルーみたいな、こともあったでしょ。だからそういうものの、なんていうのかな、よりショッキングなものを見せれば見せるほどっていうか、そういうものが取れちゃっ、偶然にでも取れちゃったとしたら、再生回数回っちゃうでしょ。そうすると YouTube しかり、Twitter しかり、それでお金が稼げちゃう時代になっちゃうわけですよ。なっちゃったわけですよ。だからそこで、報道規制かのように YouTube もそういうものに対して規制かけたり、 Twitter もかけていくっていうことがこれから必要になっていくんだとは思うけど、ある種のところまでは、あの2024年に関して言ったら、そういうものが、平気で僕らはどっかで目にしてしまうことがあるかもしれないっていうところに、あの今あったりするわけじゃないですか。でそれはなぜかって言ったら、この間の、あれか、電撃ネットワークさんの、喪服を着ないでこうなんか忍ぶ会みたいなものをやった時に、田代正史さん、マーシーさんがいた時に、またあのね、やばい YouTuber の人たち、あのなんとか逮捕とかっていう、でそういうのもまたあの Twitter だとか、動画で再生が回っちゃうっていうところで、ああいう人たちも、要は炎上すれば炎上するほど、お金が稼げちゃうみたいな、そういうところが来ちゃっているわけだから、だからそういうなんていうのかな、ネガティブなやべえ方の、スパイラルっていうところで、そういう動画を、やろうとするやからだとかもいるし、そして偶然撮れちゃったかもしれないけど、例えば火事のね現場をこういうふうに撮っていて、そしたらその中からダイブトゥーブルーしちゃう人がいたかもしれないですよね。出てくるかもしれない。でもその時のものを撮ってどうすんのよっていうこと、それを本当はツイッターだとか SNS で上げることって、一個人として考えたらどうだろうねって思うかもしれないけど、これで再生回るなだとか、すんげえの撮れちゃったからもうみんなに見せたいなとかっていう欲っていうものも、やっぱり
だからそういう気持ちも分からなくもないけど、けどそこでそのもうなんていうのかな、自分自身の判断っていうのは取れちゃったものがここにこのスマホの中にあるから、それをピッとして、Twitter や SNS でガーッとこう流してしまって、それでそれが、まあ、めちゃくちゃ再生が回っていったとしたら、多分これ自分自身のアドレナリンが出て、うわすげーなんていうね、ことになって、でもじゃあそれを見た人たちがどうなったんだって言った時に、例えばすごくねあまり良くない大仏、あまり良くないっていうか、もう全部良くないんだけど、大仏ブルーに関して言えばね、すごいショッキングなものを見たとして、でそれがまあ大人でもあんまり良くないけど、すごい幼いお子さんだとか子供が見たりっていうところを考えてみると、でそこでそれを見てものすごくこうなんかおかしくなっちゃっただとかっていうことが仮にあったとすれば、じゃあそれを出したやつっていうのはドイツなんだっていう、またこう SNS でこう責められるというか、なんかそういうよくわかんない、やばいこう負のスパイラルっていうものが、落ちていってしまうんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。で今ね、結構な時間かけてやばい方のことを話をしたけど、で僕一番最初に祈りって話したじゃないですか。実はそれを話したくてこの話をしました。で祈りっていうのは、今言ってきたこととは真逆で、別に何にもなくても、あこういうふうな考え方やこういうふうな思いで、誰かを忍んだり何かについて、自分自身で良くなる方向だったり、あるいは、癒されてくれますようにだとかっていうふうに思う、それ自体が自分自身も癒すし、周りのことも癒すし、そして自分が飼っているペットや、観葉植物や食べ物だとか、自分が使うものだとかって全てにこう周波数波動があるわけだから、そういうことが分かってくると、自分がいかにこうなんていうのかな、悪いスパイラルの方にこうね、さっきから言ってくる不安や心配や恐れだとかっていうものをどんどん誘発するような方ではなくて、どんどん良くなるっていうか、良くなるもだからいいも悪いも本当はないんだけど、自分が本当安心していられるし、例えば人のことを責めてる時っていうのは、今度はいつ自分が責められるか分かんないっていう恐怖心を覚えながら責めたりするわけじゃないですか。戦いってそうですよね。殴ろうと思ったら今度は自分が殴られるかもしれないっていう、そういうことの責め際で、それがスポーツであればね、ブレイキングダウンだとかボクシングだとか、まあそういうね、柔道だとかよくわかんないけど、そういうスポーツであればまだね、ルールっていうものの中ではあるかもしれないけど、そうでないんであればまたねっていう話になるわけじゃないですか。で祈りっていうのもずっと祈ってると飽きちゃうと思うんですよね、そんなに続かないでしょっていうところがあって、でね、僕は面白いなと思っているのが、例えば僕は今自分のお家で今はね、猫を飼える環境ではないから、ジャガマルのジャガマルのジャガマじゃいいやジャガマルの木、を育てているっていうかね、一緒に、いてもらっているんだけど、そうやって、そうやってジャガマルの木についてずっとね、何分も何分も、素敵に育つようにと思ってるわけではないし、あと4匹の猫と一緒にいた時も、何分も何分もずっといいと思ってる、良くなりますようにと祈ってるわけでもないんだけど、結局のところ、例えば猫で言ったら一緒に遊んだり、そして、観葉植物、ガジュマルの木、ガジュコちゃんよ。に、こう可愛いねとか、あとちょっと葉っぱだとか、ちょっとこうポンポンって触って、本当は一緒にいてくれてありがとうだとかっていう、そのコミュニケーション、遊びみたいなことをすることによって、なんかすごいいいものが、自分の中に生まれて、ああ、本当に猫と一緒にいてよかったな、ガジコちゃんと一緒にいてよかったなっていうものも、ある種その祈りっていうものに、触れるような世界観ですよねっていうこと、わかります？
うん、だからそのマスコミに、マスコミの洗脳っていう点で言ったら、何かに対してやべ悪いっていう風にみんなが意識を向けると、やっぱり、何人かがやっぱりそっちに意識を向けるわけで、でもそういう意識を向ける人がものすごく少数で、そっちを見ないっていう風にね、やべえものは見ないね、ダイブトゥーブルーのやばいものがもし仮にこうツイッターとかで やってきたとしても、それは見ないと思ってスクロールしてこう飛ばしていくっていうことをすることによって、そういうことではなくて、自分の世界で僕はこっちの世界に行きたいんだっていう、まあ、まさに自分でパラレルの世界を選んでいくっていう、あのパラレル移動っていうこと、どこの、世界にいると自分がすごくこう楽しくて豊かで喜べて、そしてその祈りという世界で言えばすごく落ち着いていられるだとかっていうところに来ているんじゃないかっていうこと。だから、話をまとめるってみると、情報の取捨選択というところにはもう今僕はいないんだと思うよ。それはだって情報をまず選ぶか選ばないかっていうところの、まずそういうところがあったのかもしれないけど、もうどん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 やってきちゃうじゃないですか。例えば、自分がどの本を選ぼうかなっていうふうに思った時には、ちゃんと自分で選んで、例えば本を選んで開けるっていうところがありましたよね。じゃないとその本のタイトルしか分かんないわけですよ。これね、あくまで比喩で言ってますよ。でもツイッターだとか今の SNS で言ったら、例えば動画でも、YouTube の動画とかでもそうなんですけど、こう自分でこう開けちゃうっていうか、こう一瞬でも見ちゃったとしたら、ああこういうの来たのかって、あるのかで、それがちょっとやばいものだとすればするほど、人間の心っていうのはなんかちょっとね、怖いもの見たさっていう言葉があるんだけど、そんな感じで見ちゃうこともあるかもしれない。でそれを見ちゃった後にすっごく嫌な気分になるっていうか、すごい落ち込んでしまったりとかっていうことも、そういうふうな状態になるようなものもこれからやってくるような、そういう2024年になっていくっていうのもなんとなく、思うわけですよ、うん、だから、結局じゃあどうすりゃいいのかって話なんですけど、自分自身ではもうこれやべえなと思ったら、もうすぐにこれで、ね、もうツイッターだとか YouTube もそうだし、 YouTube であればこっからじゃあやばいの瞬間をご覧いただきますって言った瞬間にもう飛ばす、見ない、うん、だから見ない、見ない力っていうか、これからは、これからじゃないか、まずはこれまでどういうことだとかっていうと、自分から情報を取りに行って、自分から積極的に見ていって、見た上で判断するっていう時代がこれまでだったとすると、これからに関して言ったら、パッと通り過ぎるときにゆっくり自分を目線をこう合わせようとすると見えちゃうんだけど、パッと見た瞬間にもこれやべえなと思ったら、焦点をそこに、タンタカタカタカじゃないよ、そっちの焦点じゃなくて、こうね、焦点合わせる前に自分でも見ない、あるいは目つぶってしまう。で、これが通り過ぎた後に目開けて、うんっていうところ。まあそういうようなこと。それがものすごく大切になっていくんじゃないかな。要するにその情報を自分の中に視覚的にも聴覚的にも五感として入れないっていうことですよね。うん。まあそれぐらい、なんていうかな。だってちょっと思わないって話を最後にしますよ。で、これは一体何かって言ったら、聴覚にせよ、まあ、耳だったらすごく分かりやすいのが周波数なんだけど、ソルフェジオって聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですよ。自分の DNA を修復するようなある種の周波数っていうものがあって、それは、YouTube とかでも探せばバンバン出てくるわけだけど、それをね、見つけたとしたら、それをちょっとの間自分の部屋で、スマホでもパソコンでもいいから、例えばピーントーンとかっていう、そういうね、音でこう、ソルフェジオのその周波数を流すような動画とかもあるから、それを聞いているとものすごくね、体がこうポカポカしてくるっていうか、なんかとってもね気分が良くなるっていうものがあったりもするわけですよ、うん、だから、結局自分でその今音の話してるけど、目
はい、目に見るものだったり、あとは外にいた時のその匂いだとか五感で感じられるものもう全てにおいてその周波数っていうものが関係しているから、だから波動っていう言葉が2023年までに波動を上げれば波動アップだとかって僕もねずっと話をしてきたけれども、もうちょっとね具体的になっていくとすると、周波数としてこの周波数で生きていったり、あるいはそういう感じで、自分で受け取っていったりするよ。でもそうじゃなくてやばい周波数なものがあれば、それは視覚的なところで言ったらさっき目線を合わせないっていうそういう周波数のそういう映像だったりっていうこともそうですよ、うん、だから、結局自分が、自分で自分の体を守るっていうことにもなるんだけど、これ裏返せばよ、自分で自分の体をさらにこうメドベッドだとかに入る前に良くしていく、そういう周波数と出会えれば、それをバン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 浴びれるわけよ。しかも無料で。うん。特に音に関して言ったり、そのビジュアル的なイメージで言ったら、まあ、YouTube だとかもそうだし、まあ、だから Twitter とかもそうよね。でただ僕は、最後の最後に言っておくけど、僕は TikTok は使いません。いろんな意味で。で結構その音楽業界だとか音楽かじってる人たちは、それでも使うっていう人は自分のね再生数を伸ばしたいだとか再生数を伸ばすことによってお金儲けをしたいだとかっていう人が結構多いんじゃないかなっていうことはね、僕は自分自身では思っているんだけど、もうちょっとこう純粋にこう音楽だとかいろんなものを見ている人っていうのは結構ね TikTok は本当に触らないっていうところがあって、うん、だからそれはもう個々の判断っていうかっていうところだから、まあねーっていうところで、うん、まあそれだし、もう最後の最後に余計なこと言うけど、10万人登録行く前にね、銀の盾金の盾だとか YouTube であるでしょ。でそういうものをメルカリで買ったりする人ってどうなのって僕は思うんだけど、でそういう人のことをいいなって思う人もいるわけで、あまあいいんじゃないのっていうことだから、結局僕はもうそっちは見ないっていうふうにして、そしてどうなったかって言ったらものすごく良くなっていってるっていう話だったりっていう話です。はい、ということでいろいろ語ってきましたけれど、もう2024年いろんな情報がね来るから、まあ、取捨選択っていうか、自分が本当に心地いいなと思ったら、そっちを選んでいけばいいし、なんか違うなったとか、結構ね、いいことをね、動画とかで、YouTube の動画とかで、こう、いろいろ言ったり、こう、してきたとしても、なんかこれってっていうふうに思ったら、なんか一つのところに依存っていうかね、ずっとね、執着する必要もないから、もうちょっとね、井戸のね、井戸の、川の無地だ、もういいや、まあそういう一つのところに固執しているんじゃなくて、世界はもっと広いし、もっと面白い動画もいっぱいあるから、そういうこともね自分で探していったりするとまたね楽しくなっていくんじゃないかなっていうふうに思っているし、まあだからそのね一つのジャンルだとかじゃなくて、もう本当ただの多岐にわたるやつよ。リュウジさんもいれば、姫兄さまもいれば、もうねもっといっぱいあるわけですよ。なね、いっぱいあげるともう大変なんで、まあ、今日はこんな感じさせていただきますけれども、うん、だから、とにかく2024年の、もう2月に入りましたけど、うん、またいろんなことが起こっていくでしょうけど、とにかくとにかくとにかく anyway、うん、素敵な方向で、いろんなものを自分で、これ本当に素敵だなっていう思うもので僕は満たしていこうかなっていうふうに思うので、あとはあなたはどうしますかっていうところが、これから問われていくっていうことなのではないでしょうか。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。チャオ。